久美浜町は、かつて、京都府熊野郡にあった町。丹後地方や京都府北部に区分され、京都府と兵庫県との県境に位置していた。北側は、日本海に面していた。2004年4月1日に、周辺市町村と合併して、京丹後市が発足し、久美浜町は廃止された。本校では東廃合後の京丹後市久美浜町についても述べる。 久美浜町の町省町署は、久美浜の9の字を3字組み合わせることで、旧座手図案化した。この町署のデザインは、道町内にある京都府立久美浜高等学校の交渉のベースともなっている。町の木は梅、町の花はチューリップで、隣町の網の町と同じである。町の特産品として、久美浜湾で養殖する柿、この白寿司、大船米、メロン、 なしが知られた。古代から農業漁業に依存する経済生活が定着していたが、20世紀後半には山陰海岸国立公園をベースに観光やカヌーなどのスポーツも盛んになり、21世紀に向けて活力のある住みよい町づくりを目指した、京都府の北西端に位置していた。総面積145.04平方キロメートルで、 熊野郡一郡一町の面積を有した。北方を日本海、他の三方を山に囲まれ、久美浜湾が入り込んでいた。久美浜湾はほぼ湖の形態を成しており、奇水湖となっていた。久美浜町では温泉も湧き出していた。久美浜市街地には土地、谷川、久美谷川、神谷川が約250メートルの間隔で流れており、これらの河川は松倉城から見て、 敵の侵入を防ぐ天然の堀の役割をした。陣谷川の近くには、堀川もある。この白寿司大戦米農業、明治時代、徳富祖峰の主張した田舎紳士論を指針に、久美浜の村づくりに発起した若者らにあやかり、2013年頃から若手農家が中心になって、久美浜ブランド、田園紳士を作り、六次産業化を進めている。田園紳士は、その後、 拠点を網野町に移し、京丹後市一帯の農家を対象とするようになった。漁業その他1975年には、関西電力によって、久美浜町川の一区に、久美浜原子力発電所の計画が検討された。2006年に計画中止となった。日本酒の酒蔵としては、玉川を代表銘柄とする、木下酒造、久美の浦を代表銘柄とする熊野酒造がある。 2004年の町村合併後は、町立小中学校はすべて、京丹後私立となり、7小学校2中学校が存在した。その後、児童生徒数の減少に伴い統配合され、現在は3小学校1中学校がある。京丹後私立佐野小学校。撮影後の2014年3月に閉校となり、校舎はなくなり、スケノーグラウンドになっている。交流中学校。 ありがとうございます。